NK-31 液体燃料、ロケットエンジンは N-1 ロケットの3段目と4段目に使用する目的で設計されたが、実際の搭載は保留された。NK-31 は単体の燃焼室のエンジンで2段燃焼サイクルで、高圧ターボポンプから、主燃焼室へ、ハイパーゴリック推進剤ではない推進剤が供給される。 NK-31 は共通のタービンで駆動される低回転で酸化剤と燃料を加圧する遠隔加圧ターボポンプを備える。それによりエンジンの供給口は低圧で作動する。NK-31 エンジンは備えられた2機の小型排気のツルでロール軸を制御して1台の熱交換機で推進剤タンクを加圧する。エンジンはジンバルで搭化される。 NK-31 は、原型の NK-9 とは異なり、流体回路が単純化され、先進的な自動制御装置によって、ターボポンプと燃焼室が強化された。プラグ接続と相互運用性により、エンジンの整備性が向上した。NK-31 エンジンは冷却せず、高温で始動する技術を完成した。始動と停止の工程は、 NK-33 と NK-43 と実質的に類似である。NK-31 の試験により信頼性は向上した。クズネツオフでは10機の NK-31 を製造した。ありがとうございます。